漁師や農家という、いわゆる家業はない木落としでございます。可愛い,い子のために家業を作ろうと、資材を投じて民句事業を始めたら、届いたのは全部ただのネズミ。諦め、諦めなければならないようなことの連続。最終的には妻とも別れ、長男の佐藤一人を連れ、本家の離れで、 酒を飲み暮らす日々それでも元気で可愛いい左紺のために「頑張らなぎりば」と最後の緊張の糸を張っていたものの漢字の佐古軍んは中学を卒業すると同時に仕事を探すにそっぽい。木綿のハンガチーフよろしく花の都会に染まって。 連絡もす少しずつ来なくなりなんならあんまりいい噂が流れてこないさあ五軍その年のお盆はとうとう帰ってこなかったある日の酒場いつも通う店は線路沿いにあって肩子という列車の音を聞きながらいっぱい傾けるのが清年は好きだった いつもは物静かでもありながら、いくらか話の応対をする清都も、この時はどうもぼんやりとしてる。どこがどうもはっきり言えないものの、変な雰囲気があった。そういや、札幌さ、行ったら鎖君だったかいどううまく言ってる今年は、盆も帰ってこなかったんだ。嘘かい でまあるだべさ、男の子だすい。さあどこごろついて帰ってくるより、ずっといってていかいいい。帰ってこだくていってないみんながぎょっとするほど大きな声が出た。